グロビアは富士通が1996年から開発・販売している統合ビジネスソリューション及び業務管理ソフトウェアパッケージのシリーズである。日本内の中小企業向け ERB では2016年の時点で15%を超えるシェアを持っており、首位2020年の調査では25%弱のシェアで2位となっている。大企業向け、中堅企業向け、 中小企業向けの3つの企業規模向けにラインアップが分かれている。また、製造業向けをはじめとする業種特化型ソリューションも存在する。1996年から開発、販売している大企業向け統合 ERP ソリューション。読みはグロービアサミット。経営会計、固定資産管理、連結会計、経営可視化の4つのソリューションが提供されている。 データベースサーバーの OS はソラリスか Windows サーバー、Web サーバーとクライアントは Windows データベースには Oracle データベースを使う。2017年9月からはクロビアサミットクラウドも提供、シングルテナントで運用され、アドオンカスタマイズが可能なのが特徴であり、富士通データセンターやクロビア運用保守センターに構築される。クライアントからのウェブアクセスには、 インターネットエクスプローラーが必要になる。なお、年賞5000億円以上の規模の特大企業には、富士通では SAPERP とオラクル e ブ s を提案している。2009年7月より出荷が開始された、中堅企業向け統合 ERP ソリューションパッケージ。読みは、グロビアスマート。グロビアスマート認定ソフトウェアであれば、相互連携が容易に行える。当初は、 業種共通ソリューションを中心に提供していたが、業種共通はグロビアイスとして切り出され、業種特化ソリューションを中心にスマートブランドで提供することになった。製造業向け、小売業向け、サービス業向け、食品業向け、建設業向け、業種特化型販売管理などを提供する。文書管理、会計、人事給与、ワークフローは、 業種共通ソリューションとして提供されている。2010年から当初グロビアスマートキララとしてスタートした中、小企業向けの財務会計、給与業務ソリューション、パッケージ版に加えてサスでも提供される。他のシリーズと比べて必要な機能だけに絞り込んでいる。2017年8月より、すでに展開済みの会計、人事管理製品と合わせ、 販売パッケージのクラウド版も開始。2016年11月より販売を開始した中堅企業向け業種共通統合 ERP ソリューション。読みはグロービアアイズ。グロービアスマートを業種特化型ソリューションとして最低にするにあたり汎用的な業種共通モジュールを切り出したもの。グロービアキララと同じ開発基盤で構築されており、モジュールごとにクラウド。 オンプレミスを選択できるハイブリッド運用が可能。2008年11月から、米国富士通グロビア社が提供する、販売、在庫、購買、生産、フィールドサービスなどの機関系業務向け ERP。読みは、グロービア OM。Salesforce プラットフォーム上で s a として動作し、柔軟なカスタマイズにも対応できるのが特徴。Sales クラウドやサービスクラウドとも、 柔軟に連携できる。2013年12月には、グロビア OMV8 をリリース。保守業務を支援する新機能、フィールドサービスを追加した。2015年10月には、グロビア OMV10 をリリース。MRP も搭載した。米国富士通グロビア社が提供する、製造業務向けのサーバー、クライアント型 ERP 製品。生産管理パッケージ。 glovia.com を改良して ria 及びソ、SO、ア基盤を実装している。年賞1000億円5000億円規模の大企業にもクロビアサミットと合わせて提案されている。ビジネスロジックのサーバー OS は Windows サーバーレ r ド e d Hat Enterprise Linux、サラリスから選択できる。データベースは Oracle タベースか SQL サーバーから選択する。2014年7月から クラウドの展開にも対応。2015年7月に Globia G2V3 を発表。PC に加えて Android などに対応。デスクトップ PC からモバイルデバイスまでマルチデバイスで動作。HTML5 に準拠した。Globia シリーズの特徴のうち一つ目は会計専用データウェアハウスである FDWH の装備である。 財務会計システムでは業務で発生したデータを明細レベルで大規模に蓄積できる。このデータには商品や販売チャンネル、セグメントなどユーザーが分析したい視点を自由に付与することができ、管理会計的な使い方にも対応する。明細レベルでデータを管理しているため柔軟な分析が可能であり、分析軸の切り替えやドリルダウンにより必要な情報を容易に入手できる。 明細レベルでの処理を高速化するため、残高データはメモリ上に効率的に保持されている。当初はグロビアサミットに実装されていたが、2002年にグロビア C にも実装された。グロビアシリーズのもう一つの特徴は、業務データがリアルタイムで会計データベースに登録される、完全論理仕分けの仕組みが実装されており、経理業務が共有ルール、チェックは1回。 即時処理で大幅に効率化し、かつ統制を効かせることができることである。1975年に当時、キャプセルと呼ばれた財務会計、人事給与システムを発売。80年代に入ってからオフコンが普及し、富士通が販売する K シリーズのオフコンとともにキャプセルも普及していった。1990年代に SAP が日本市場に参入すると、 富士通も ERP の開発へ乗り出した。1994年に富士通経理部門の自社システムであったサミットを取り入れパッケージ化し、グロビアサミットとして発売した。グロビアはグローバルバリューインテグレーテッドアプリケーションズの意味。1996年6月には会計業務パッケージ、グロビア、フィナンシャルズ、生産、販売、物流業務パッケージ、グロビア、 マニファクチャリング、人事パッケージ、グロビア、ヒューマンリソーシズを発表。サーバー OS に、クスプ、DS、ソラリス、Windows NT を、クライアントに、Windows 3.1、Windows 95を採用した。その後も、富士通本体やグループ SE 会社が開発した様々な業務アプリケーションを統合し、ブランドとして確立していった。 2003年7月には製品体系を一新し、大企業向け、中堅企業向け、小規模導入向けの3つに製品体系を組み直した。合わせて、グロビアプロセス C1、グロビア、マイロース、グロビア BP が発表。富士通の IT 基盤、トリオルとの連携や、CRM 分野との統合の方針が出された。2010年に、 中小企業向けの製品を扱う富士通マーケティングにグロビア開発部隊が集約されグロビアスマートキララが出荷開始された販売終了した製品の一覧が公開されているグロビア BP2003 年7月に導入された小規模導入向け会計人事給与パッケージグロビア C1998 年から提供を開始したグロビアスマートの前身である 中堅企業向け統合業務パッケージでキャプセルの後継製品、財務会計人事給与、販売管理、生産管理などの業務別にラインナップされている。Excel テンプレートと呼ばれる Microsoft Excel のマクロを利用した機能を装備しており、大量データの投入や抽出を Excel で一度に行える。この機能はほとんど決まりきったような、 大量なデータを1画面ずつ投入するよりも効率的である。また、蓄積したデータの中から必要なデータのみを取り出して、ユーザーが独自にエクセルで加工、編集することなども自由に行えるため、会社独自の報告書作成などに便利である。2002年には、グロビア CV10 が出荷開始され、FDWH がグロビア CE 会計情報システムにも組み込まれた。一方、 グロビア C 給与情報システムはゼロから開発された。2005年にグロビア c クシーを出荷開始。2006年のグロビアスマートの登場に伴いスマートの参加に編入。関係データベース管理システムはシンフォーウェア、オラクルデータベースから選択できる。また過去には IBM 向けパッケージとして RDBMS を DB2 に変更した DB2 版も存在したが2007年現在 DB2 版は出荷停止されているサーバー用 OS は Windows サーバーを使うグロビアいトレード専門商社卸売業向け販売管理システムグロビアマイロース2003年7月に導入された大企業向け人事総務業務ワークフローパッケージグロビア パブリックキャンパス国立大学法人向けグロビアキャンパスグロビア会計情報システムキャンパス独立行政法人向けグロビアパブリックグロビア会計情報システムパブリックグロビア SCP2000 年3月より提供されているサプライチェーン管理製品 FK ライト FB ライトが終了グロビアスマートシリーズ会計 BP 人事給与 BP 人事給与 SE、食品製造、卸し、情報共有抱きやめる、請求回収、支払い、CRM ナレッジセンターパック、CRM ファスツファケム、経営管理アテンションビューワー、スサイドが終了。グロビアラクラクキララ会計、給与パッケージ、GLOVIA.com、米国富士通グロビア社の、組み立て製造業向け生産管理システム。 glovia.com は、ゼロックス社が生産拠点の標準化実現のため1973年に開発したシステムを原型としている。当初は製品名はチスと呼ばれていた。そのことから、生まれは米国であり、それを富士通でも導入することで、日本市場にも適応させてきた歴史がある。また、グロビア G2 のベースにもなっている。多言語対応で、 グローバル展開することができる。2006年10月に GLOVIA.com v9 がリリースされたが、このリリースが最終バージョンとなった。2008年11月には GLOVIA.com の販売モジュールが Salesforce.com のクラウド環境で指すとして提供開始された。ありがとうございます。